大谷翔平高卒2年目打率2割7分4厘10本塁打11勝防御率 2.61 これ片方だけでも2年目じゃこんなやつ出てこないのに。そら中田も練習する気なくすわ。ガチの天才、片方ならそこそこいる。大谷ってそもそも身体がやべえからな。札幌ドームでこの打者成績はえぐいで。大谷って高校時投手の評価低かったのにこんな早く出てくるもんなの。12球団でトップクラスにホームランが出にくい札幌でこれはまあすごいわ。2年目までは完全に松井秀喜を超えてたよな。ちな大谷の4年目。パンダ好きの日ハムが藤浪じゃなくて大谷狙ったのも良かったな。しかも強豪なし。大谷の野手としての能力は高校の時から大阪桐蔭の監督がベタ褒めしとったで、投手としてより野手として取るべきみたいな。大谷の外野のプレー好きなんやがわかるやつおるか。クッション処理とか普通にうまくて、あんなん外野本職のやつやる気なくすやろ。あのフィジカルがあれば中身が誰であれこれくらいやれるやろ。高卒2から4年目の3年連続2桁勝利やし、打撃は3年目が落ちてるけど2年目 OPS8 割4分に4年目 1.004 と打席数少ないとはいえすごすぎる。ドラフト時のゴタゴタヘイトを実力で黙らせた。大谷はメジャーにいる今でも伸びしろありそうなのがすごい。高卒2年目まだまだこれからや。2割7分4厘を A4 10本ハイエすごいな10勝は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。